平野翔 YSL 看板と奇跡の共演。泣きっつらファンへの愛が溢れるストーリーに涙が止まらない、アジアのスター、平野翔 YSL アンバサダー就任で、世界進出加速。最近、平野翔が i n がインスタグラムのストーリーズに投稿した内容がファンの間で大きな話題を呼びました。彼が、アジアアンバサダーを務める化粧品ブランド、イブ・サンローランボーテ、YSL の表参道店舗を訪れ、 自身ののの看板の前でで撮影したた写真が公開されたのですその瞬間、SNS は、実物の平野さんと看板の平野さんの共演が贅沢すぎるという声であふれ返り、ファンたちは彼が自分たちと同じ場所に足を運び、まるで一緒に時間を過ごしているかのような感覚を抱きました。このような偶然の出会いや、彼自身が積極的にファンに近づこうとする姿勢は、彼の特別な魅力の一つです。 これまで多くのアイドルがファンとの距離を縮めようと努力してきましたが、平野紫耀のアプローチは一歩進んでいます。アイドル時代から彼はファンとの触れ合いを大切にし、神対応と呼ばれるほどの親しみやすさで知られていました。しかし、彼の進化はグループから独立してからさらに際立ちました。平野はコンサートやイベントの売買でも、ファンとの関係を深めるためにさまざまな工夫を凝らしています。最近では、 彼自身の SNS での投稿やライブストリーミングを通じて、ファンと直接的にコミュニケーションを取る機会を増やし、ファンが彼の生活や考え方により身近に感じられるような環境を整えています。また、彼の投稿や SNS での発言からもわかるように、平野翔は常にファンがどのように感じているかを考え、その期待に応えようとしています。例えば、YSL の看板前での写真は、 彼自身がファンと同じようにブランドとのコラボレーションを楽しんでいることを示しており、その姿勢がファンにとっては非常に親しみやすく感じられます。彼の謙虚さとユーモアは、単に外見が魅力的なだけではなく、人としての温かさや誠実さが感じられるものです。そのため、彼を応援するファンは、単にスターとして彼を見ているのではなく、一緒に成長し、喜びや感動を共有できる存在として彼を感じています。 さらに、彼の人気は国内にとどまらず、アジア全域へと広がりを見せています。YSL のアジアアンバサダーに就任したことはその証拠の一つであり、彼が国境を越えて広く支持されていることを象徴しています。このような国際的な舞台での活動は、彼にとって新しい挑戦であると同時に、ファンにとっても新たな期待と興奮を呼び起こすものとなっています。平野翔のこれまでの軌跡を振り返ると、 彼は常に自分自身をアップデートし、進化を続けてきたことがわかります。グループ活動からソロ活動へと移行する中で、彼はより自由に自分を表現し、幅広い分野での活躍を見せています。その一環として、美容やファッション業界にも積極的に進出し、彼自身のスタイルや価値観を発信しています。特に美容に関しては、多くの女性ファンが彼の影響を受け、 美容やスキンケアに関心を持つようになったという声も少なくありません。彼の透明感のある美しい肌や整った容姿は、まさに美の象徴となっており、その影響力は計り知れません。一方で、彼の活動には単なる美しさだけではなく、内面的な成長や深い思考が反映されている点も見逃せません。彼は自身の SNS やインタビューで、 自己表現の重要性や人とのつながりについてたびたび言及しており、その言葉には真実味と共感を呼び起こす力があります。特に彼が語る、ファンとの距離をもっと縮めたいという言葉は、多くのファンにとって大きな意味を持ちます。アイドルとしてのステージだけではなく、日常生活の中でファンとつながり続けることを目指す彼の姿勢は、他のアーティストにはない独自の魅力として際立っています。このように、 平野翔は常にファンの期待を超える存在であり続けています。彼の謙虚さや親しみやすさ、そしてファンとの特別な関係は、今後も彼を支持し続ける大きな要因となるでしょう。彼がどのような形で次のステージへと進んでいくのか、ファンはますます期待を寄せています。最後に、彼の今後の展望についても触れておきたいと思います。平野翔は、 これまでのキャリアを通じて数々の挑戦を乗り越えてきました。彼は一度も立ち止まることなく、自分自身を高め続け、常に新しい目標に向かって進んできました。これからも彼は、ファンとの絆をさらに深めながら、様々な分野での活躍を見せてくれることでしょう。そして、彼がファンに対して常に持ち続ける感謝の気持ちと、その真摯な姿勢は、 これからも変わることなく多くの人々を魅了し続けるに違いありません。ファンの皆さんが彼と共に歩んでいく未来は、まだまだこれからが楽しみで仕方ありません。平野翔の今後の展開について考えると、彼のキャリアがこれまでにも多くの驚きと感動を与えてきたように、これからも新たな挑戦と進化が待っていることが予想されます。彼は、音楽や演技だけでなく、モデルやアンバサダーとしても活躍しており、 多彩な才能を発揮していますこのような多岐にわたる活動は、彼が単なる一面性のあるスターではなく、幅広い魅力を持つ人物であることを示しています。そして、彼の柔軟なアプローチと情熱は、常に彼を新しい領域へと導いていくでしょう。特に最近の美容業界やファッション界での活躍は、彼の影響力が単にエンターテインメント業界にとどまらないことを示しています。 彼がアンバサダーを務める YSL は、世界的に有名な高級ブランドであり、彼がその顔として選ばれたことは、国際的な評価と認知を受けている証拠でもあります。これは彼自身のブランド力を一段と高めると同時に、日本国内外でのファン層をさらに広げる結果をもたらしています。また、彼のファッションセンスや美容に対する意識がファンに与える影響は大きく、多くの人が彼のスタイルを模倣したり、 彼が紹介する製品を使用するようになっています。これにより、彼が単なるアイドルではなく、文化的アイコンとしても位置づけられるようになっているのです。さらに、彼のこうした活動の背後には、常に、ファンとのつながりという強い意識が見て取れます。彼が自らのプライベートや日常の一部を SNS を通じてシェアし続けることで、ファンは彼をより身近に感じることができ、その結果、 彼とのの関係が深まっていくのですこのような双方向のコミュニケーションは、従来のスターとファンの関係を超え、まるで友人や家族のような感覚を生み出しています。これは彼が他の多くのアーティストとは一線を画す点であり、彼のファンが特に彼を大切にし、長期間にわたって支持し続ける理由の一つでもあります。アイドル時代の平野翔を知るファンは、彼が常に、 神対応と呼ばれてきたことをよく知っています。イベントや握手会などで、彼は一人一人のファンに対して真摯に向き合い、心からの感謝の気持ちを伝えてきました。こうした姿勢は、彼がグループを離れてソロ活動を開始してからも変わることなく続いています。実際、彼のインスタグラムでの活動や、様々なイベントでのファン対応は、以前にも増してパーソナルなものとなり、 ファンは彼が常に彼らのことを考えて行動していることを実感しています。また、彼は自身のキャリアを通じて、多くのファンにとってインスピレーションの源となっています。彼の努力や挑戦を見て、自分も頑張ろうと思う人々が多く、特に若い世代の女性たちは、彼のポジティブなメッセージや姿勢に勇気づけられています。彼が美容やファッションに対して発信するメッセージも、 単に見た目を美しくすることにとどまらず、内面の成長や自己肯定感を高めることの重要性を強調しています。これは現代の女性たちにとって非常に重要なメッセージであり、彼の影響力が単なる表面的なものではなく、深い意味を持つものであることを示しています。平野翔の今後の活動を予測するのは難しいかもしれませんが、彼がこれからもファンとの関係を大切にしながら、 自自分自身の可能性を広げていいいくことは間違いないでしょう彼はすでに音楽や演技、美容、ファッションといった多くの分野で成功を収めていますが、まだまだ新しい領域に挑戦し続けることが期待されています。そして、その過程で彼は常にファンと共に歩んでいくことでしょう。彼の成長を見守り、応援するファンにとって、彼と共に未来を共有することが何よりの喜びとなるのです。 彼の人気は、単に一時的なブームではなく、長期的に支持される要素が詰まっています。それは、彼が持つ誠実さや謙虚さ、そしてファンに対する感謝の気持ちに他なりません。このような性格的な側面が、彼の魅力を一層強化しており、単に、かっこいいや、美しいといった表面的な評価を超えて、多くの人々に愛され続けているのです。今後、 平野翔がさらにどのような展開を見せるのかは誰もが興味を持っていることでしょう。彼がこれから取り組むであろう新しいプロジェクトや活動に、ファンは大きな期待を寄せています。そして、それが何であれ、彼は常に自分のスタイルを崩すことなく、ファンに対する愛情を示し続けることでしょう。このような彼の姿勢が、彼を特別な存在として際立たせている理由であり、彼の成功の鍵となっているのです。 彼の未来は、無限の可能性に満ちており、ファンとの絆をさらに深めていくことは間違いありません。平野翔は、これからもその魅力と努力で多くの人々を魅了し続け、エンターテインメントの世界で輝き続けるでしょう。ファンにとっても、彼との新たな冒険が待っていることは、大きな楽しみであり、その旅路を一緒に歩むことは何よりの喜びとなるでしょう。